こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロで買っていい服、ダメな服、夏服編というテーマで皆さんにですね、動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、ユニクロの店内に行くとですね、ものすごくたくさんの服がありますよね。まあ、その中からどれを買えばいいのかわからないという方も少なくないかなと思っています。まあ、今でこそですね、ユニクロというと結構ですね、価格帯が安くてデザインの質も高いものが多いというイメージが強いかなと思うんですが、まあ、僕たちですね、 30代40代の世代だとですねかつてはユニクロにですねあまりポジティブなイメージを持っていなかったという方も少なくないのかなというふうに思っています僕自身もですね10代の頃からユニクロを知っていますが、まあ、当時はですねそこまでユニクロのイメージって良くなかったですしそのユニクロをどうにか使いながら素敵に見せるというのがかえってインパクトがあったりしたんですが今ではユニクロ自体がですねすごくデザイン性もいいものが増えてましてユニクロ U ですとかプラス J ですとか でですすととか JW アンンンダーーソのコラボレーションですとかまあこういったですねデザイナーとのコラボレーションラインのおかげで、まあ、イメージもですねより向上してるかなと思うんですがかといって全てのアイテムが素敵ななわけでではないんですねところが僕ら YouTuber なんかはですねやっぱりユニクロの良いものをどんどんおすすめするわけなのでユニクロのアイテムイコール全部いいんじゃないかというようなイメージをですね持たれてる方も少なくないのかなというふうに思っています、まあ、僕の中の中 ととししててはユニクロ全体の商品があるとしてその中でこれはは買うううべきだだよとといいいいいものでですすねねた2割ぐらいかななイメージなんです、ね、残りの8割なんですがその中でこれを買うとなかなか難しいんだよなという NG アイテムがだいたい3割ぐらいあってその他のものに関してはまあ別に悪くもないしかといってものすごくおすすめするわけでもないというような割とどちらにもつかずみたいなアイテムが僕の中でのイメージとしては強いんですね。 ですので、今回の動画では、両極端ですね。これは買った方がいいというものと、これだけは避けておいた方がいい。このあたりを明確にしながら、皆さんの今後のお買い物をですね、参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営しています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、よかったらそちらの方も概要欄の方からチェックをしていただければ ければなというふうに思っていますそれでは早速いってみましょうはいということでここからはですね具体的な OK アイテムと NG アイテムについて解説をしていきたいなというふうに思っていますまずはですね NG のものから皆さんにお伝えしたいなと思っているんですが、まあ、ユニクロの夏物のトップスの中で意外とですねこれは難しいなと思ってるのが ポロシャツなんです、ね、まあユニコの定番的なものカノコのポロシャツなんかもですねまあ毎年ですね結構たくさんの量が売られてるわけなんですがどうしてもですねポロシャツっていうのは一枚で着て主役になるアイテムなのでそこにですね低価格帯のものを持ってきてしまうとああままり素敵に見えづらいといいとととうころがあるのかなと思っていますしかもポロシャツというのはどうしてもですねおじさんっぽく見えがちなアイテムなのでそこをですねユニコで選んでしまうとなかなかそれ 一枚で素敵に見せるのは難しいいかなと思っていますもちろんですねデザイン的にはプレーンで使いやすいんですけどもこういったアイテムを似合わすためにはですねある程度イケメンである必要がありますしスタイルがいい必要もありますもしくは雰囲気的におしゃれだということこの3つのどれかがないとなかなかですねユニコーンのポロシャツは着こなせないかなと思うので僕はですねポロシャツだけはあまりユニコーンで買わない方がいいのかなというふうに思っています。ただ全部のポロシャツが NG というわけではなくて 個人的にはですね今年買ったプラス J のこちらのニットポロはものすごく良かったなというふうに思っていますまあ値段もね結構高いんですよねまあ通常のユニクロのポロシャツよりも2倍以上するのでなかなか手が出しにくいかなと思うんですが質感もすごく上品でいいですしあとはこのニットの持つですね上品さみたいなものが味わえるのでこういったちょっと高価格帯のポロシャツであればユニクロのものでもとても素敵なのかなというふうに思っていますただですねななかなかプラス J の アイテムということでどこのお店にもあるわけではないのでちょっと身近ではないかなと思うんですねまあ秋風に関してはこういったニットポロシャツの長袖バージョンがですね通常ラインでも出ているんですが個人的にはですねこういった半省のニットポロがですねユニクロの定番的なラインナップで加わるとすごくいいのかなと思っていまして来年に期待してみたいなという風うに思っていますまあ、ポロシャツというと大人の男性にとってはですね定番的なアイテムではあるんですが意外と使いこなすのが難しいということ そしてそういったものをユニコロで揃えるというところがちょっと難しいかなというところはですね是非皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい続いて2点目のですね NG アイテムなんですがこれはですねユニコーの中での大人気シリーズではあるんですが UT ですねこれはなかなか難しい特に僕ら30代40代の大人世代にとって プリント T シャツというのはかなりくせ者でこういったものを着るだけでどうしても子供っぽく見えてしまったり自分の雰囲気となかなか合いづらかったですので確かにですねいろんなバリエーションがあって中にはですねっと心を惹かれるるもものもあったりするんですよですがそういったものが素敵に見えるかというのはちょっとですね難しい部分ではあるかなと思うのでもしどうしても欲しい場合は部屋着に使うとかそういった形 たちが一番良いのかなというふうに思っていますまな、あ、んといってもユニクロのですね強みというのはベーシックで使いやすいアイテムなんですねその点では T シャツに関してはもう間違いなくですね無地がいいかなと思ってまして今僕が着ているこのユニクロ U のエアリズムですねこれはまず鉄板で皆さんには持っておいていただきたいアイテムかなと思っていますまあ、サイズ感もですね少しうとりのあるようなものの方が僕たち大人世代にはぽっこりと出たお腹なんかもですねカバーできるのでこういったアイテムの方が優先 順位が高いいかなと思っていますですので UT とはですねちょっと距離を置くというところは是非皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい続いて3点目のアイテムなんですがこれはですねチェックシャツですね。 まあなかなかですねこういった柄物のシャツというのは素敵に見せるのが難しいんですねカジュアルなイメージが強くなりすぎてしまって僕たちの見た目とですねギャップが強く出てしまうのでユニクロのチェックシャツにはですね是非注意をした方がいいかなと思っていますこれは別にユニクロだからというわけではなくて、まあ、どこのブランドであってもなかなかですねチェックシャツを似合わせるというのは難しいかなと思っています、まあ、もし合わせるののであればギンガムチェックシャツのような結構細かみ な,めなチェックのものもをです、ね、上にジャケットを置きたいだとかアウターを羽織ったりしながら少しです、ね、柄の見える面積を減らしてあげるというのが、まあ、合わせはしやすいんですけども、まあ、これといってチェックシャツがめちゃくちゃおすすめというわけではないので僕は避けてておいいいいいた方がいいのかなという,ふうに思っています、まあ、夏時期にもです、ね、こういったチェックシャツいっぱいありますが秋冬なんかはですね寝るシャツと呼ばれるようなものでチェックのものがたくさん出てくるのでこれはですね距離を置いておいた方がいいのかなというふうに思っています。 じゃあ具体的にどんなですねシャツを着ればいいのかというとこれはもう夏場に関してはオープンカラーシャツの一択じゃないかなと思っていますまあ、本当にですね無駄のないデザインなんですねベーシックで使いやすいですしサイズ感に関してはもう少しだけ緩めにできてるので今のトレンド感というところもほんのりと漂いやすいようなすごくですね名作と呼ばれるようなオープンカラーシャツなのかなというふうに思っていますまあ、個人的にはですねオリーブとブラックこの2色があればすごくバランスがいいかなと思っているのでもしシャツを買う であればチェック側ではなくてこういった無地でなおかつオープンカラーシャツというところでトレンド感を漂わせるのが鉄板かなと思うのでぜひチェックをしていただければなと思っています。はい続いて4点目なんですけどもまずは NG アイテムから挙げてみたいなと思うんですがジョガーパンツですね。 これはですね、まあ、ちょっと前まではトレンドアイテムで割とですね履いてる方も少なくなかったんですが最近はですねちょっとトレンドから外れてきた印象があってなおかつですねボトムスの裾がキュッとすぼまっているのがスウェットっぽく見えるのでなかなかですすね素敵に似合わせるのが難しいいアイテムかなと思っています、まあ、こういったアイテムというのはもともとですねスポーティーなものなのでもうアクティブにですね休日を過ごす方だとかスポーツをする方であれば似合ったりするんですね。 体が引き締まっていてそういった雰囲気のある方だったら似合うんですがまあそうでもない一般的な男性がですね何の脈絡もなくこういったジョガーパンツを履くとちょっと古い感じがしてしまうかなというのと雰囲気と合いづらいかなというところがあるのでジョガーパンツは避けてておいいいいた方がいいかなと思っています特に色合いでいうとグレーのジョガーパンツなんかはですね超カジュアルに見えてもう部屋着っぽく見えてしまうのでこういったものは避けておいた方がいいのかなというふうに思っていますま。同じようなリラックス感の パンツででなおかつですねちょっときれいめなものといったら今僕が履いているスマートアンクルパンツですね。 これで間違いがないかなと思っていますまあ、見た感じはですねセンタープレスも効いているので綺麗めなボトムスではあるんですがまあ、かなりですねストレッチが効いていて着用感としてはですねジョガーパンツとそこまで大きくは変わらないかなと思いますすごく履きやすいかなと思うんですねまあ、デニムなんかはですねかえってストレッチは効いてるんですけどもタイトなものだとピタッとですね肌に張り付くのでなかなか夏時期はきつかったりするんですが、まあ、スマートアンクルパンツに関しては結構腰回り 桃周りにはゆとりがあるので夏場であってもそこまで暑苦しいことはないかなと思うのでもしですねジョガーパンツと2つで悩まれた場合は間違いなくですねスマートアンクルパンツが使いやすいかなと思うので是非皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っていますはい続いてラスト5点目なんですがこれはですねユニクロの小物全般はなかなか難しいかなと思ってまして具体的には靴ですとかバッグですとかベルト このあたりはですね毎回チェックはするんですがなかなかですねベーシックで使い勝手は良さそうなんですけどもこれといってユニクロで選ぶですね理由はないのかなというふうに思っていますまあ、基本的にはですねメンズファッションってベーシックに綺麗めにまとめておきながら小物に関してはちょっといいものを選んで着こなしにアクセントを加えてあげるというのがバランスがいいかなと個人的には考えてるんですねその点バッグですとか靴というのは少しですね価格帯を上げ けてみるのもいいかなと思ってまして、例えばショルダーバッグであったらアークテイクスだとかノースフェイスのですねショルダーバッグを使ってみるだとか、まあ、そういったロゴが入ることでちょっと着こなしにですねスポーティーな雰囲気を漂わせたりだとかおしゃれ感っていうものが出しやすくなったりするんですね。あとはスニーカーに関してもやっぱりですねここは少し価格帯を上げてもいいかなと思うんですね。まあ、ユニコーンの魅力というのは価格帯が安くてベーシックというところなんですが靴に関してはそんなにバリエーションはたくさん は必要ななないいいいいいののののでででせめててすすすねススポーーーツブランドのスニーカーだととかかそうっったたものを選んであげた方が僕は間違いなく使や思まどんなスニーカーですとかレザーシューズを買うべきなのかというのはですね他の動画で紹介しているんですけども白のスタン・スミスですとかスーパースターですとかあとはジャーマントレーナーですとか、まあ、こういったものが1万円から1万5,000円ぐらいで買うことができるのでそういったものを合わせた方が僕はバランスがいいかなと思うので靴に関してもユニコで買う必要は特にないのか かなとといいう,うに思っていますすあとはベルトですねこれも決して悪くはないんですがかといってこういったベルトみたいなものって1回買ったら結構長く使えますしさまざまな着こなしに合うようなものを1本2本あれば十分なのでだからこそもうちょっと価格帯を上げた方が僕はいいかなと思うのでグリーンレーベルで買ってみたいだとかもしくはエディフィスで買ってみたいだとかセレクトショップのオリジナルくらいの価格帯が使い勝手がいいかなと思うのでちょっとですねユニクロじゃないものを選んだ方が個人的には良いのかなという いう風に思っています。まあ、そういったユニクロの小物の中で唯一ですね。僕がいいなと思うのがユニクロのキャップなんですね。まあ、こういったものはデザインもベーシックでなおかつですね。機能的にもすごく優れているので、結構使い勝手がいいんじゃないのかなという風うに思っています。まあ、キャップに関してはロゴが入ってたりだとか。ちょっとデザインのアクセントが入ってると、やっぱり子供っぽく見えがちなので、無地の方が圧倒的に使いやすいかなと思うんですね。まあ、そういった意味ではユニコーの強みとリンクしやすいのでまあ。 この小物を買うのであればキャップこのあたりがですねすごくおすすめなのかなというふうに思っています はいといととうことで今回の動画ではユニクロで「買っていい服ダメな服夏服編」というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました、まあ、買っていいものに関してはもう動画の中でも何度かお伝えしているので皆さんもご存知かなと思ってるんですが、まあ、大切なのは NG の方なんですね、まあ、ユニクロの中ではやっぱりベーシックで使いやすいものを選んだ方がいいかなと思うので柄物にはですねちょっと注意が必要なのかなというところとあとはファッション小物みたいなものに関してはアクセント要素として使うのでそういったもの 少し価格帯を上げて。 良いものを選んだ方がバランスがいいかなと思うのでその辺りをですね頭の片隅に置いていただければなと思っていますそれ以外のですね NG でもないしかといってめちゃくちゃ推奨するわけでもないアイテムも結構たくさんあるわけですねまあ、そういったものに関してはベーシックで使いやすいので特に選んで失敗をするということはないかなと思うんですがかといってそれを着るからめちゃくちゃおしゃれに見えるかというとそういうわけではないんですねあくまでユニクロのアイテムというのはベーシックで使いやすい というところが魅力ではあるのでこれはですね全身をユニクロだけで構成するというよりは 部分的にですねセレクトショップのオリジナルだとかどこかのブランドのアイテムをミックスしながらですね着こなしを構成するのが一つのですねコツなのかなというふうに思っています是非これからもですね皆さん身近なユニクロを使いながら日々のファッションを楽しんでいただければなというふうに思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですねなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますまた先日からですねボイシーというアプリでですねラジオ番組を スタートまあ是非ですね,、まあ、ぜひですねこちらの番組も皆さんにはチェックをしていただきたいなと思ってますのでこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでよかったら聞いてみていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします 大山旬のメンバーシップチャンネル。